ぬん。日立大3連戦3戦目。はい、どうも、小池チャンネル小池でございます。今日はですね、日立大で対戦相手は横浜 F マリノスです。本当にね、この間の水曜日レイソルは天皇杯を2対0で勝ち、タイトルまではね、残り2つ勝てばいいというところまで来ました。でもリーグは相変わらず順位はグービーです。やはりね、自分たちでの勝利でその立場を変えるのと、何よりもね、やはりここホームで勝ってレイソルのサポーターの皆さん、そして選手たちと一緒に喜べたらなって時はずっと思ってます。今日もね、90分最後まで熱く激しく応援していこうと思うんで、今日もね、よろしくお願いします。そんな感じで今日の小池のスタジアムの過ごし方をお届けしますので、皆さん早速どうぞ。飲み友なんで酔っ払って飲んでんの知ってんの。あ、やばい、俺のじゃねえなと、レイ君のじゃねえじゃんって。今から当てに行くから、レイ君、はい、あ任せて。マブダ、今日はね、このプレイヤーズどこでもクリックということでね、これもね、推しの山田くん引きたいと思います。はい、じゃあ、1回で1回ですね、はい、500円です。どうぞ。なぜちゃん、お願いします。はい、どうぞ、お願いします。こちらから、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。どうぞ。これで、ありがとうございます。そのわけでね、どこでもクリップ今ね、小池聞いてきました。果たしてね、小池の推し山田君が出るか、早速ね、開けていきたいと思います。アルクも見ててね、小池が出した引いた選手は全然出る。見てもらった方がいいんじゃないの。読めない。僕が引いた選手はこちら、達田優吾選手。頑張れ達田優吾。酒、それ俺が勝手にやってるやつや。僕は達田優吾選手も応援しております。あとも達田優吾今日応援してね。そのわけでどこでもクリップでした。まあね、達田優吾選手でもね、小池はすごい嬉しかったんですけどね、やっぱりね、小池は押しを出すまでこのゲームやめられないと思ってるんで。優斗ね、優斗。いや、まだ優斗の方、小池はね、引きますよ。山田君当たるまで引きます。はい。はい、そんなわけでね、小池さっき達田選手を引いたんですけども、ちょっとね、やっぱり悔しくて、小池自分で地引きで山田君を引きたいと思ってもう一回やってきました。やってきたよね、本当は6回。そのわけでね、じゃあ早速引きたいと思います。小池が出した選手はこちら、ついに小池推しを地引きしました。こんにちは、こんにちは、コミだろ。素直。すごいなんか、あの、やらせです。でも小池はちゃんと、あの、引いたことは引いたんでね、山田くん今日きっとリーグ初ゴールを取ってくれるでしょう。頑張れ山田くん。イエーイ。はい、今日はですね、柏レイソル今日スタジアムでのイベントはですね、もう白石のホームタウンデーということで、白石の名産
梨をねスタジアムで販売しております。でなんと販売してるだけではなくね試食もしてるので梨好きの小池はちょっといただきに行こうかなと思います。差し入れどうぞ。すいません。じゃあ早速いただきたいと思います。宣伝もお願いしますね。本当に強いような梨、甘くてとってもみずみずしくて皆さんめちゃくちゃ美味しいです。ぜひね梨を買うなら白石のホスよ。皆さんよろしくお願いします。小池は柏レイソルと白石の白石を応援しております。頑張れホス。はい、そんなわけでね、ハーフタイムです。今はね、0対0で引き分けです。まあね、残り45分あるんで、なんとかね、相手よりも1点でも多く取って、最後ね、90分の笛になる、近いな、90分の笛ね、なるときはね、勝ってね、その笛のホイッスルの音を聞きたいなと、小池は思っております。笑おう。はい、残りね、45分。頑張って出し尽くして応援して最後皆さん笑って迎えましょう。そういうわけでね残りね45分ねマジでね頑張っていきたいと思います。それじゃあ後半向けてゴー。
とりあえずやった。レストラン、イダレで勝ちました。これからで、勝利のフェスタです。皆さん、最後まで楽しんでいきましょう。イエーイ。はい、そんなわけでですね、本日の横浜 F マリノス戦は2対0で勝ちました。本当にね、久々にね、ホームでね、勝つことができました。本当になんだろうな、前回の天皇杯の名古屋戦で勝ってね、本当に勝つっていうことのね、素晴らしさとかをね、思い出して、またね、すぐね、マリノス戦でね、その勝利の喜びをね、味わえるってことは本当に最高です。でも、レゾルまだ本当に、順位はまだ本当に厳しいです。まだまだね、勝ってね、順位上げていかないと。そんな、次の柏レゾルの試合は、2週間ほど空きまして、9月17日、アウェー、横浜 FC 戦です。本当にね、今後のレゾルを左右する大事な試合です。皆さん、チケット絶賛発売中、ぜひ、日発で、レゾルへ、熱い応援をしに来てください。そのわけで、小池チャンネル、小池でした。皆さん、美味しいお酒飲みましょう。バイバイ。勝った。イエイ。